どうぞ。はい、皆さんこんばんは。これからは野宮和彦さんのステージをお届けしたいと思います。1曲目だけ、デュエットなんで、隣で、なぜか、僕が歌います。誰でしょうか。はい、野宮和彦さん、お待ちしております。ということで、野宮和彦さんです。はじめまして、ソプラノ歌手の野宮和彦と申します。私今日初めてこの舞台で歌わせていただきます。去年まであのお客様の席でぐるぐるソーセージとホットワインを飲んで、はぁ、美味しいと思ってたんですが、まさかここに大貝さんにお声をかけていただけるなんて本当にありがとうございます。もう、はい、あ、大丈夫ですね。そうですね。ということで、先ほど突然ね、司会をしろと言われまして、出てきまして、歌えと言われてこんな感じなんですけども、次に、野宮さんにお届けしてもらえる時はもらう曲はですね、マテキというオペラの中にですね、夜の女王のアリアというね、歌がございまして、でそれが非常に超絶技巧というか高い声を連発させる歌なんですね。もう意味は言いませんが、ちょっとお母さんがめっちゃ怒ってるみたいな感じの歌です。もうのすごいね、女王に変身します。そうそうそう、あ、今ね変身してるんですね。いろんなことしますからね今日ね。大丈夫ですか。夜の女王にはですね、娘がおりまして、この娘を怒る時のお母さんが発狂しますよね。怒った時キーとかなりません。なりますね。大貝さんのお母さん優しかったですか。僕の母は黙って怒るタイプですね。怒ってキーってなった時に、皆さん怒られるところを想像して思い出しながら聞いていただけたらと思います。はい、出来上がりました。夜の女王です。私がですね、超絶美少技巧のめっちゃ高い声を出して、あ、言ってしまった。ピシッと怒りますので、ピシッとした皆さん、前のリアクション、ピシッ。よろしくお願いします。では歌ってみたいと思います。
モーツァルト作曲、魔法の笛の中から夜の女王のアリアです。でいいんですが、私女性の時はブラバーになるんですね。ブラボーとブラバー覚えました？もう一つ、2人以上、2人でさっきの乾杯の歌を歌ってる時はブラビーになるんですね。へーって感じ。ちょっと今ここでテストしてみます。男性の時はブラボー、女性の時はブラバー、2人以上の時はブラビーですね。じゃあ男性の時はせーのブラボー。素晴らしいです。その R を巻き舌でブルルってなるともっとかっこいいです。じゃあ女性はせーのブラボー。 ありがとうございます。そして2人以上の時は大きな声でせーのブラビー。そうです、もう分かんなくなったら何でもいいので、いや日本一でもいいから言ってください。次の曲は、次の返信をするのを忘れました。あの夜の女王脱ぎます。次はですね、世界で一番有名な上演回数が多いオペラなんでしょう。パンパンパパンパンパンパパンパパン、チャンチャンチャチャンタランタンタン、できた。カルメンです。じゃあ次は魔性の女カルメンを歌ってみたいと思います。ミュージックスタート。
もなびかせてみても芯からなびかなければダメ。どうしようかな、恋は気まぐれ、あなたがお嫌でも私は大好き、私に好かれたらご用心。